モビリタでやっている低ミューロ走行プログラム、これはですね、モータースポーツに一切関係ない、興味もない、でも普通に運転してますっていう一般ドライバーにも間違いなく役に立ちます。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ今からですね、ここの滑りやすい路面を使って2回走行していただくんですけれども、 VSC だとかトラクションコントロールっていう制御がついてるんですけども、ご存知ですか？分からないです。あ、分からないですか、はい。今ですね、下に車いますけれども、コースの方に入りましたけれども、コース見ていただくとですね、白い2本の線があるんですけども、見えますか？あ、はい、はい、あの2本の間がコースだと思って走ってください、はいはい。どれぐらい滑りやすいかというと、はい、雪道のですね、はい、圧雪路面、はい、雪が踏み固められたような路面ですね、はい、の、滑りやすさの状態になっています。どうですか、雪道の経験は？ あります。毎年走っているつもりです。すごくお疲れ様でした。ありがとうございました、はい。ですね、今日は滑りやすい路面を走っていただいたんですけども、はい、なんでこう滑りやすい路面を走っていただいたかというとですね、いつもは普段は乾いた路面を走ることが多いと思うんですけど、はい、アメリカの時はですね、滑りやすい路面だとドライバーの運転の癖がすごく出やすいので、それで今日、はい、走っていただきました。あえてこの中でですね、少し自分が気になったのがですね、最後はカーブをぐーって曲がるためにですね、ハンドルを大きく切られたんですけれども、その時にですね、ハンドルを持っていった時に右に切ったんですけれども、ここですね、ここが脇がですね、たくさん距離に従ってですね、ここの脇が開いてきていて、それに伴ってですね、体がですね、ちょっと前にこう動いてしまってたのか、ハンドルが遠くなってしまったので、体がちょっと前の方にこう動いてしまっていました。操作のグラスですけれども、黒い線と赤い線の2本あります、はい。赤い線が佐藤さんのグラフになります、はい。黒い線はインストラクターの線になります、はい。ちょっとこちらの方を見ていただきたいんですけれども、はい、今表示しているグラフというのは、コース1周のうちの中のここからスタートしてですね、はい、大きく曲がっているこの右に曲がるカーブと、左に曲がっているカーブと2つあって、先ほどのブレーキを踏まえてなかったところっていうのは、ここの右のコーナー、右に曲がるカーブのところのブレーキ操作になります。実際には佐藤さんはスピードをあまり出していません。インストラクターにもスピードを出していないので、だからブレーキを踏まえなかったのかもしれませんけれども、実際はこのままでもいけるかなと思って踏まなかったということなんでしょうかね、はい、だったのかもしれませんけれども、実はこれ結構危なかったっていうことをですね、この左側の今映ってるのは、インストラクターのグラフになるんですけども、ここの滑りやすい路面を、タイヤが滑るかどうかというギリギリのところを狙って走ったグラフになります。で、これに対して佐藤さんは、ブレーキを踏まれなかったので、このような横長の G に横方向の形になっています。インストラクターもですね、同じここの数字6って書いてありますけど、これ実際コンマ 6G っていうことなんですけど、はい、コンマ 6G と同じぐらいのところまで車が動いてたということになります。タイヤが滑るかどうかギリギリのところを走った時に6のところ、コンマ 6G のところだったっていう結果に対して、実は佐藤さんは意識はあったかどうかわからないんですけど、同じぐらいタイヤが滑るか滑らないかギリギリのところを使っていた、危険な状態にあったということがこれ見てわかる、うん。早めにアクセルを戻してブレーキを踏むっていうのは、もちろん
車を安全に走らせるだけじゃなくて、これエコ運転にもつながるんですよ。早くアクセルを踏んでいるところからアクセルを戻し、ブレーキを踏むっていうことを操作しているので、まあ、エコ運転にもつながるので、こういうところもですね、意識して運転されると燃費のいい運転にもなりますし、速度を落としてから曲がると、例えば横に乗せてる友達だとか、そういう人にとっても安心で安全な運転がすることができるようになりますので、と気が空いてしまうという話、運転視点とかですね、ちょっとシートの調整をしていただきたいのと、やっぱりカーブの手前ではスピードを落とすというところをやっていただいて、はい、安全な運転をよろしくお願いいたします。はい、はい、以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なんかおじさんたちに固いこと言われたなぐらいの感じなんじゃないの実は。いや、そんなことないです。俺見てて気になったのは、まずやっぱりドライビングポジションで、さすがにね、雪道をいつも運転してるというだけあって、経験のあるドライバーならではの、安心感っていうのはあったんですけども、大きな問題点も見つかりました。それはドライビングポジションです。結構ロングドライブで、背中とか腰とかが痛くなることはない？あります。それの原因は、何ですか？椅子？ね、やっぱり椅子だと思うんだよね。なんだけど、走ってる最中に背中が、ちょっと背中がこうなってるのよ。背中浮かして横 G がかかると、まあ、ここはね、路面がフラットだから横に揺さぶられることはないんだけど、こう揺さぶられたら車動いてなくても体揺さゆさしちゃうでしょ、うん、シートから車の動きを感じるわけよ、うん、ね、ドライバーは。なんで、そのシートに体がくっついていないことには動きがわからないし、操作が不正確になりますよと、うん、背中浮かしてて、なんで倒れちゃわないかったら、ハンドルに捕まってるんだわ。ね、ハンドルが捕まるところではなくて、操作をするものなんで、余計な力を入れてはいけないと。結果的には、こうやって踏ん張ってるから、背中と腰も痛くなるよと。ということなんで、繋がりました。だからこれでいくと、この状態から、例えばもうちょっと下げます。で、これだけでもハンドル近くなったでしょ、うん、一つ、はい、ハンドルを押して切ってみる。押す。そう、ハンドルを単に右手と外してごらん、はい、左手をね。で、右手を前に力を出してみて、こう、そう、もうパンチみたいな、前にぐーっと力入れるとハンドル切れてくるでしょ、こうやって。うーん、ハンドルこうなってるんで、はい、で、左の時も左を前に出していく感じで切ってみてください。全然変わったでしょ。変わりました、ね、全然違う、うん、で、車載を見ると、まああれでもう一個背中を立ててみてもいいなって。 あとはこのアクセルね、アクセルをプイプイって踏んだり離したり踏んだり離したりするわけよ。で、このレベルだと 0.1G、 もう要するにほんの少しの G の変化しかないんだけど、で、やってる本人はそんなに気にならないんだけど、タクシーの音あるじゃん、タクシーの運転手、はい、同じことしてるみたいな。やばい。やばいでしょ、そう言われてみると。っていうことも、要するに癖がどうしてもいろいろ出てくるんだよね。で、自分の運転のカメラで、まあグラフなんてもう当然だけど、カメラで見たこともないでしょ。で、助手席に乗らなくても、もう、インストラクターはもうドラポジが悪いっていうのを見抜かれてたでしょ。そういうことがここでは全部わかると。なかなかこういうのはね、指摘するの難しいんですよね。奥さんなら夫婦喧嘩になるし。安全意識向上のためにも愛だと思います。不安定な状態で、ハンドル切ったりすると、ハンドル操作自体も
いい加減になるんで、そこでハンドル切りすぎ、それからブレーキも踏みすぎとかね、アクセルも踏んだり離したりで、不必要な加速をしてブレーキを踏むっていうのはめちゃくちゃエコじゃないですよね。上手な運転とエコっていうのは全くね、安全運転も含めて同じ同一線上にあるんで、ぜひね、ちょっとこの辺を矯正してみてはいかがでしょうか。